3番ウッド芝から打つのが苦手な人って多いんですけど、うん、よくあるのが5番ウッドは打てるけど3番ウッドなど急に打てなくなった、うん、湯原さんが提案されたのが、うん、5番ウッド打てるんだったらシャフト短くしちゃえば、5番ウッドと同じ長さにしとってことね、うん、それからロフト角をもっと増やせばいいと、うん、そしたら5番ウッドになっちゃうじゃないかって、うん、形なんですけど、そうよ、うん、で極めつけが、うん、5の表示のところに3のシールを貼れた、うん、その今の3ウッドが使えない人が5ウッドで打って正しく当たったら、もう、ね、そんなに距離違わないんじゃないかなと思うんだよ。であとはもう気持ちの問題で、その長いロフトが少ない数字が少ないイコール難しいっていうふうにどうしても判断をするので、